バレーボールブラジル女子代表はバレーボールの国際大会で編成されるブラジルの女子バレーボールナショナルチーム。国旗にも用いられている黄色を基調としたユニフォームの配色から同国サッカー代表と同様にカナリア軍団と呼ばれることもある。1947年に国際バレーボール連盟へ加盟。南米選手権で優勝16回。 ワールドグランプリで優勝8回を飾っているブラジルは南米を代表する競合である。1994年世界選手権で3大大会発の銀メダルを獲得し、1996年アトランタオリンピック、2000年シドニーオリンピックで2大会連続銅メダルを獲得した。2003年にギマライス監督が就任し、同年11月のワールドカップにおいて、 復活の銀メダルを獲得した。2004年アテネオリンピックでメダルを逃した後、2005年に入ると、ベテラン勢が代表から退き、それまでのブラジルを支えた中心が一気に入れ替わった。モントルーバレーマスターズで優勝、ワールドグランプリで2連覇を果たし、2005年南米選手権では1セットも落とすことなく優勝した。2005年ワールドグランドチャンピオンズカップでは、 初戦で中国に逆転勝ちを収めるとその勢いのまま全勝優勝を飾った。2005年の国際大会はすべてブラジルが優勝した。2006年に入るとどこからでも攻撃できる立体バレーは完成度をますます上げていった。モントルーバレーマスターズで2連覇を飾り、この直後イタリアのクールマイオール国際2006パンアメリカンカップ2006でも優勝。 ワールドグランプリは大会初の全勝優勝で3連覇を達成した。2006年世界選手権では全勝で決勝へ進出し、高さのロシアと技術のブラジルとの戦いとなったが、ロシアの前に敗れ準優勝に終わった。FIVB ランキングは中国を抜いたものの、ロシアに抜かれ2位のままとなった。2007年ワールドカップで準優勝し、 8大会連続となるオリンピック出場権を獲得するとともに、大会後の11月16日付の FIVB ランキングでついに1位となった。2008年8月、北京オリンピックにおいて、念願の金メダルを獲得した。2010年世界選手権では全勝で決勝へ、進出し、前回大会と同じロシアとの対戦となったが、フルセットの末逆転で敗れ、またも、 準優勝に終わった。2011年ワールドカップは8勝3敗であったが、日本にストレートで敗れるなど不調が続き5位に終わった。2012年のロンドンオリンピックでは、予選プール B で3勝2敗と苦戦しながらも4位通過を果たし、決勝ではアメリカに3の1で下し大会に連覇を果たした。2013年ギマライス監督が就任して10年となり、 リオデジャネイロ五輪での3連覇を史上命令として再スタートした。各国が世代交代を推進する中、オリンピック金メダリスト7人を残して挑んだ FIVB ワールドグランプリで4年ぶりに女王の座に帰り在た。同年11月のグラチャンでは8年ぶりの優勝を果たした。2016年地元開催のリオ五輪では予選ラウンドを 全勝突破するも、準々決勝で中国にフルセットで敗れベスト8止まりとなった。2021年の東京オリンピックでは、決勝でアメリカと対戦したが、ストレート負けを喫し、銀メダルに終わった。2018年 FIVB、バレーボールネーションズリーグに登録されたメンバー。マークは、バレーボールで沿道入りのプレイヤー。ありがとうございます。